安全な焚き火の仕方を教えるよ。やった、お願い。最初に覚えてほしいのは、大人がいないとき火を使わないこと。そうだぞ。次に、焚き火をする場所には周りに燃えるものが何もないこと。例えば、あの枝とか。あそこはどうかな。何にもない。ここなら完璧。次はラブルの出番。焚き火の穴を掘ろう。穴ができたら周りを岩で囲むんだ。あちこち火の粉が飛ばないようにね。ワイに任しとき。パワーショベルセット。掘るの大好き。そうかい。ごめんポーターさん。次の作業は枯葉のお掃除。でも、焚き火に火をつけるためには枯葉が必要だよね。うん、穴の中にはね。周りにある葉っぱや枝は危ないからどけないと。火が燃え移ったりしたらあかんからな。パワーショベルセット。これで大丈夫。次は一番楽しいやつ。ご飯の時間やな。じゃなくて。マーシャル、消火用バケツを持ってきたよ。ありがとう。ウォータージェットセット。もし水がなかったら砂でも大丈夫だよ。砂？もう火をつけてもいい？マーシャル？焚き火をする場所、オッケー。焚き火の穴、オッケー。周りのお掃除、オッケー。砂の準備、オッケー。水の準備、オッケー。うん、落ちている乾いた枝をたくさん集めておいたよ。よし、じゃあポーターさん、火をつけてくれる？任せて、マーシャル。やった、火がついた。焚き火のやり方は分かったね。大事なのは、つけた火をちゃんと消すことだよ。オッケー。もしどうしても火が消せなくなったら119番に電話して。これくらいの小さな焚き火でも火が消えたか確かめること。パワーショベル。すごい、砂で火を消せるなんて知らなかった。うん、砂と水があれば火を消すことができる。水をかけて。次に炭をかき混ぜて消し忘れがないか確かめる。ちゃんと火は消えてるかな。大丈夫そう。クンクン、クンクン。うん、消えてる。アレックス、君にこれをあげよう。焚き火マスターのバッジだよ。すごーい、おめでとう。レバー入りソーセージ。もちろんあるぞ。うん、ポーターさんも食べる？私か。いや、結構。いいよ、これめっちゃ美味しいで。そうだよ、おじいちゃん。ダメなの？わかったよ。あおじいちゃん、本当に面白い。あれ、カメラは？あった。ねえ、鹿だ。危ない。ダメ。大変、焚き火が。そうか、こうなっても安心なように周りのお掃除をしたんだね。アレックス、焚き火を消すには、ほら。うん、水と砂。こういう時のために用意しておくんだ。消えたみたい。クンクン、何この匂い。クンクン、何か燃えてる。僕が消す。ぐるっと任すとき。パワーショベルセット。よし、クンクン。うん、消えてるよ。バッチリだ。灰をかき混ぜて確かめないと。えらいぞ、アレックス。僕、焚き火マスターの勉強してよかったよ。ありがとう、パワーパトロール。焚き火もキャンプも僕らがパウッと解決。ワンダフル、最高のキャンプになったね。ラブル、よっしゃ。ズーマー、えい。
を決めちゃうよ。ファイヤーシュー！オンゴール？やっちゃった。止めてみせるであります。この匂い、レバーソーセージピザ？さあ、こっちだぞ。美味しそう。今じゃ。しまった。ごめん、みんな。大丈夫だよ、ロッキー。諦めなければきっと勝てる。さあ、みんな、反撃開始だ。いやー、いっぱいが食べたらよ。笑っていられるのも今のうちだ。ホリネズミ、行け。よし来た、任しとき。やったわ、同点。ナイシュ。え、な、別に。そのボール、ワイがもらうで。取るわよ。わ、大丈夫、僕が。わお、市長の仕業みたいだね。大丈夫、すぐに診察してもらおう。マーシャル、任せて。ケント、レントゲンスクリーンセット。ちょっと腫れてるね。少し休ませてあげないと。残りはロッキー、チェイス、ズーマだけ。君たちの出番だ。やった、出番だ。行こうか、チカレッタ。すごくうまいでしょ。チッパーボールだぞ。ニャンパトロールボール。もう大丈夫や。バッチリ。それはよかった、ピッチに戻って。もらった。やっ、それ、ゴール。また同点だ。いまいまし、次の作戦だ。ダメだよ、ベッタンコボールだ。うちのいたずら子猫ちゃんが申し訳ない。これが代わりのボールだ。左、右、ジグザグ、任せて。ちょっと、いったった、ひねった、またやん。うわぁ、なんなんだ、リモコンが壊れた。まずいわ。スカイ、フライングヘリで子猫を助けてあげて。マーシャル、なんでボールが飛んでいったか調べよう。それじゃあマーシャル、行きましょう。スカイ、ゆっくりね。飛ぶのは好きじゃないんだ。オッケー。レントゲンスクリーンセット。歯車がいっぱい。このボール機械で動いてるんだ。マーシャル、そんなボールは海に向かってファイヤーシュートだ。わかったよ、ケント。ファイヤーシュート。しまった。大変。ちゃんと座ってて、落ちたら大変よ。みんな、ありがとう。試合は同点、最後のチャンスだ。ダブルの代わりに頼んだよ。もちろん、僕が決めてみせるよ。イエーイ、やった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 。シェイキムービー、誰かしら。すごく歌がうまい。シェイキムービー、キャンゲテナキャンゲテナ。みんな、なんでやめちゃうの？上手だったのに。そうだ、マーシャルにボーカルをやってもらうであります。ボーカル？みんなの前で歌うの？
無理だよ、そんなの恥ずかしくてできない。ラブラブラブブブブ。ねえラブル、あなたはどう？ボーカルをやってくれる？ふん、その言葉を待ってたんや。ロックンローラーのラブルやでー、パパパウ。ボーカルはラブルで決まりね。ラブル、今日の隠し芸大会で優勝間違いなしだね。モーシャル、こっち来。モーシャルも一緒に歌うんやで。え、僕はやめておくよ。モーシャルもパウバンドや。わかったよ、やってみる。行くで。平気さ、笑って一人ぼっちじゃないから。モーシャルもそうや。恥ずかしい。どないしたんや。ボーカルなんてやっぱり無理だよ。はあ、やっちゃった。ごめんよチーズ、ドラムは僕が捕まえる。こんにちはアル。いやケント、助けてくれないか。ジャガイモを植えようと畑を掘ってたら間違えて水道管に穴を開けちゃったんだ。オッケー、待ってて、これからすぐに向かうよ。マーリーも早く来てくれって言ってる。どんなトラブルもパウパトロールならパーフェクト。させてあります。パウパトロールの参上よ。来てくれてありがとう。水は止めたんだけど水道管がひどく壊れてるんだ。まずは壊れた水道管を取り除こう。ブルーっと任しとき。パワーショベルセット。えいどこどこいしょ。ショベルの使い方俺より上手いな。ジャスティーナ、すっごく上手だね。そうね、でもパウバンドも負けてないわよ。ねえねえ、ラブルはまだ帰ってこないのかな。出番が来ちゃうよ。よくやったぞラブル、その水道管はあっちに置いて。オッケーパウパン。よし、完璧だねロッキー。ありがとう、パウパトロール。とっても楽しかったわね、ポーターさんのパイジャグリングでした。盛大な拍手をどうぞ。次は初出場のパウパトロールバンド。行くぞみんな、俺たちの出番だ。ラブル早く来て。これでバッチリだ、修理完了。ちゃんと治ったか確かめよう。うわあ、ステージ前のシャワーやな。ありがとう、助かったよ。これで畑に水をまける。水道管が破裂したら僕らがパウッと解決。ほな行くで。隠し芸大会へ急ごう。オッケーパウパウ。頑張れよみんな。やっぱり恥ずかしいよ。どうするマーシャル、無理に歌わなくていいのよ。でもみんなをがっかりさせるのは嫌だよ。ロックンローラーの到着やで。キューブルが来たわ。カモン。よかった。時はすぐ呼んで駆けつける。僕らはパウパトロール、元気に叫べビュービュー。みんなでさパウパウ、どんなトラブルでもパウッと解決ワンダー。取ってきたよみんな。あれ本当におバカちゃんよね。おっちょこちょいであります。みんなに迷惑をかけてる。どうしばっかりして。何してもあかんやっちゃな。はあ、きっと僕のことを言っているんだろうな。はあ、僕はここにいない方がいいのかも。さようならパーパトロール。Thank you.
ケイト、マーシャルを見なかった？見てない。どうしたの？みんなと一緒に遊んでたんだけど気づいたらいないの。何して遊ぼっかな。お、葉っぱの追いかけっこ大好き。そういえばチェイスとよくやったの。うわ、みんな今頃何やってるかな。やあウサギちゃん、遊ぼうよ。かくれんぼ、僕が鬼だね。1、2、3、4、5。いいかい、いくよ。どこかな。あ、あっちの方だな。すぐに見つけちゃうよ。おい、マーシャル、どこ行ったんや。お、あの白と黒のブチ模様、わい見覚えあるで。コラッツマン、ベティーナやったんかいな。マーシャルと見間違えたで。もう、ケント、森の小道にファイヤートラックが止めてあるわ。了解。スカイ、マーシャルはいる？見当たらないわ。カン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 。お、見つけた。どこ行っちゃったんだ。ドローンコントローラーオン。スパイドローン発射。なんだ、ブーンって音がする。ケント、見つけたぜ。やったね、チェイス。ウサギちゃん、みっけ。ここがオチ。子供がいっぱい。オオチビちゃん、どこ行くの。みんな大丈夫？閉じ込められちゃったね。今助ける。ダメだ、重すぎて一人じゃ無理だ。ケイト、マーシャルだよ。パウパトロールのみんなに来てほしいんだけど。呼んだ、マーシャル。チェイス、どうしてここにいるの。みんなで君を探していたからだよ。ジップライン、パウッと戻れ。ケント、ラブル、大変なことが起きたんだ。倒れた木のせいでウサギちゃんたちが閉じ込められちゃった。一匹は森の中に逃げたけど、他の子はまだ巣の中にいる。チェイスは逃げた子を探して、ラブルはパワーキャッチャーの準備を、マーシャルはこの火を消して。安全にね。パパ、燃えてきた。ウォータージェット、セット。カシャ。さすがだね、マーシャル。ラブル、この木を持ち上げて。ワイにブルッと任せたに。さあ出ておいで、もう安心だよ。お、迎えに来たよ、おちびちゃん。ちっちゃくてかわいいぜ。マーシャル、どうして家出したりしたんだ。あのね、聞いちゃったんだ。僕のいないところで、僕のことおバカさんでドジだって感じないで。違うよ、マーシャルのことやないで。それミラクルアポロに出てきた悪いやつのことや。マーシャル、パウパトロールには君がいてくれないと困るんだよ。そうだね、マーシャル。さあみんなで一緒に帰ろう。ミラクルアポロ100本見よな。